昨日の試合でちょっと興奮しちゃったんで、僕自身もね。今日は皆さんのコメントに率直にというか、正直にね、コメント返ししていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、昨日の試合大興奮でしたけども、ちょっとね、やっぱり昨日の余韻に浸ってたいっていうファンの方ね、多いんじゃないかなって、僕も含めてですけど、多いんで、今日はちょっと、アップロードしてからね、僕これまだ、3、4時間後ぐらいに撮ってる動画にはなるんですけど、もうその時点でね、160件以上のね、コメントがついてるんで、その中からね、6個ぐらいね、ちょっと、コメントをピックアップさせていただいて、それについてね、一緒にね、昨日の余韻に浸りたいなと。こういう企画もいいんじゃないかというところで、ちょっとね、やっていきたいなというふうに思ってます。じゃあ早速いきます。1個目なんですけど、はい、こちらになります。1個目ね、こちら。はい。今日の井上投手、最高のピッチングでした。丸選手も同点ホームラン最高です。そして何より、オコエ選手のサヨナラホームラン感動しました。というところで、本当にね、みんな、同じ気持ちなんじゃないかなっていうところありますと。井上投手もね、少しベースカバーが遅れて、安倍監督に、おいこらみたいな感じでね、ビンタじゃないけども、ちょっとペチッとされてる部分、されてるね、映像もありましたけども、やはりね、井上投手が勝てるピッチャーというかね、一人前とまでは言わないですけど、しっかりね、昨年であったりとか、そういったところの経験をね、踏まえて、今年しっかり勝ててる。っていうところは本当に素晴らしいなと思いますし、井上投手もね、インサイドにね、しっかり投げ込んだりとか、ツーシームも使いながらね、左にも投げ込んだりとかしてますからね、もともと右にはね、とてもいいスライダーとまっすぐというコンビネーションありましたけども、そういったところで井上投手が勝ててるっていうところは、やっぱり、成長してるんじゃないかなと僕は思います。で、丸選手のホームランもそうですよね。やっぱりね、増田大輝選手がね、ちょっとセンターライン、昨日のね、解説でも言いましたけども、ちょっとセンターラインを外してよっていうところで、センター、方向に打ってしまってね、ピッチャーゴロでゲッツーという風になって、ちょっともうこの回あかんわ、という風に思った時にホームランですよ。もう素晴らしいと。うん。前の打席でもね、確かに三振とかありましたけども、やはりね、ああいうところで打てるという、ああいう嫌な雰囲気を変えれるというような選手っていうのは本当に貴重だなという風に思います。はい。で、もう、オコエ選手ね、もう、あれでもないんですけども、本当に素晴らしいと。そのね、ポテンシャルはすごいと。で、ホームラン狙ってこいと言われて、ホームラン打つなんていうことは、もう本当に素晴らしいことだし、本当に、伏兵と言ったらあれですけども、そういう控えの選手がね、あれだけ活躍する、あれだけ、いい試合ができるっていうのはね、残塁はすごくありましたけども、結果勝てたという、そこがね、本当に大きかったと思うし、そこに尽きるんちゃうかなと、僕も思います。はい。じゃあちょっと二つ目行きましょうか。二つ目行きます。はい、この辺に行きますよ。はい。この勝ち方は優勝するパターンですと。はい。それほどすごい勝ち方です。しかも脇役が打っての勝利ですので、これから勢いがつきますよと。はい。もうこの方はもう予言者です。はい。すいません。おちょくってないですよ。からかってるわけじゃなくて、でも本当にね、この勝ち方っていうのは、優勝するチームがね、この後半とかで、やったりよくするんですよ。こういう勢いの上がるようなね、乗るような勝ち方っていうのを本当するんですよ。で、昨日なんていうのは、もうみんな分かってると思うけど、クソ試合なわけですよ。もうあんだけね、満塁ありました。満塁もありました。二、三塁もありました。一、二塁もありました。二塁もありましたって。どんだけ残塁してんのって。どんだけ打ててないのって。うん。坂本、岡本、どないなってんのっていう風なところありましたけども、結局野球、チームスポーツ。うん。でね、毎試合ね、こうやって、全員が、打てるかって言ったらそうでもないし、うん。いつも毎回じゃあ主軸が打てるかって言ったらそうでもないけども、でもやはりね、こういう控えの選手というか、あまり普段スポットライトが当たってない選手がこうやって活躍して勝つっていうのはね、やっぱりね、倍勢い乗っていきますからね。倍。うん。主軸が打ってっていうのはね、本当理想の形なんですけど、やはりね、その人たちが、打てなくても、代わりがいるというかね、活躍できる選手がいるというところはね、本当に素晴らしいなと思うので、昨日の勝ち方、本当に素晴らしかったと思います。もうクソ試合だったんで、負けてたら僕ボロクソ言ってますからね。こんなこと言っときながら、マジでボロクソ言ってますけどね。あいつ、サイコパスしちゃうかっていう風に思われるかもしれないけども、本当にね、でも勝てたっていうのは本当素晴らしいんですよ。うん。はい、じゃあ次3問目いきます。3問目。はい、この辺に行きますよ。はい、直樹の守備は鉄壁。セカンドに飛んでも安心できる。バッティングもしぶとい。もう本当にね、僕、直樹さん大好きなんですね。もうみんな嫌いな人いないと思うんですけど、本当にね、今年ね、本当ゴールデングラブ取れなかったら僕、ぶち入れます。はい、僕、電話入れます。NPB に。ほんまに、お前どうなっとんねんと。お前、この直樹さんの守備で、なんで取れへんねん、ゴールデングラブって。で、確かまだね、ゴールデングラブ取ったことないと思うんですよね。だから、まあそういったところでもね、打率でもね、昨日で言ったら最終打率どれぐらいいきましたっけ ?2 割7分、5輪、6輪、7輪とかね、8輪ぐらい、2割8分弱ぐらいまで確か上がってるはずなんですよ。だからもうね、セカンドであんだけ打率高くて、あんだけの守備してくれて、いないよ。いないです。で、盗塁もね、しっかり今年ね、数も多いというところで、こんだけ貢献してくれてるセカンドおるかと。12球団見渡しておるかと。おらんやろと。で、こんだけね、スタメンで毎試合出てて、フルイニングでしたっけ？フルイニングじゃないけども、確かね、全部出てると思うので、そういったところで、今年取れなかったら僕、ブチ切れるよというぐらいのレベルでね、貢献してくれてるんで、本当にね、直樹さんね、序盤ちょっと打てなかったりとか、いろいろありましたけども、やはりね、素晴らしい選手だなと、改めてね、思いますし、本当にね、今年ね、ご飯連れてってくださいと。本当にね、このチャンネルを通してね、言っときます。はい、また焼肉連れてってください。僕の YouTube にも出てください。お願いします。という、まあ絶対出てくれない、シャイな方なんでね、出てくれないとは思うんですけど、まあこのチャンネルを通してね、もしかしたら皆さんのこの声がね、例えば、直樹さんこう出てくれとか言ってくれたら、もしかしたら出てくれる可能性もあるんで、ぜひね、そういう方はコメント欄でね、よろしくお願いします。はい、じゃあ次行きます。4問目行きます。はい、ここ行きます。この辺にね。はい、横川2イニング、完全、ナイスピッチングにナイスカバーリング、さよならに大貢献というところで、まあ昨日のね、僕試合解説でも言いました。僕、横川投手ね、まあオフにね、今回のオフか、この間のオフか、ボール取ったりとか、もともとバッテリーずっと組んでたりとかね、2軍3軍で組んでたりとか、本当にね、僕普通にめちゃくちゃプライベートというか、人としてもめちゃくちゃ尊敬してますし、めちゃくちゃ僕は仲いいと思ってるんですね。後輩なんですけど。うん。で、彼っていうのはね、昨日も言いましたけども、本当にね、メンタルというかね、自分をすごく持ってる。うん。で、どんな状況でも、本当にね、自分のパフォーマンスを出すことができる。おじけずに。それっていうのは、めちゃくちゃ大事だと思うんです。で、皆さんもね、いろいろ仕事であっているか、まあいろいろ経験されてきてる方が、このチャンネル見てらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、ここ一番で、自分の実力を出せるやつと出せないやつ。やっぱいるじゃないですか。みんな出したいと思ってるんだけども、やっぱり気負っちゃう。やっぱりプレッシャー感じちゃうじゃないですか。で、横川投手もプレッシャー感じてると思うんですよ。感じてると思うんだけど、でも、それ以上に普段から、そういう場面を想定したりとか、そういうことをイメージして練習やってきてるんで、だからこういうね、一軍に、はい、昇格されました。はい、じゃあ横が2イニングに投げてくださいって言われても、こういうピッチングができるんですよ。神様見てるんですね。僕、神様とかあんまり、なんか言いたくないタイプではあるんだけども、でも、野球に関して言えばというか、やっぱりね、うん、信じてると言っちゃ信じてんのかな？こういう言われるとね。うん、やっぱりね、いると思うんだよ。うん、こんだけ毎日トレーニングもして、自分で日々考えて、イメージしてやってる選手っていうのは、本当に報われると思うし、やっぱりそういう選手なんでね、これからね、ジャイアンツ優勝争いしていきますけども、本当にね、この先発もリリーフも経験したこの横川投手がいるっていうのはね、ベンチにいるというところ、ブルペンにいるというところはね、本当に頼もしいなというふうに思います。はい、次行きます。5問目行きましょうか。あと2問行きます。5問も行きます。はい、こちらに行きますよ。はい、中山くんの打席解説が素晴らしかったです。素人だとこの視点ないもんで、キャッチャー目線の解説図もめちゃくちゃいい。ありがとうございます。本当に素直にありがとうございます。本当にね、僕いつも言ってますけども、僕のちょっと自意識過剰かもしれないです。自意識過剰かもしれないけども、YouTube で毎試合、まあ、ジャイアンツ以外でもいいんですけど、こんだけ試合を分かりやすく解説してる YouTuber いる？いないでしょ。あんまりこう自意識過剰やけどね、お前アホかと言われるようなところはあるけども、でも本当に、このチャンネル絶対登録しといた方がいいですよ。なんか、本当になんか、なんか宗教の勧誘みたいなことで、なんかちょっと気持ち悪いんですけど、でも本当に、でも僕本当にね、皆さんに本当に野球の楽しさとか、選手の凄さを知ってもらいたいと思って、こうやってね、毎試合ね、僕ここアメリカ、サンフランシスコ、時差16時間、僕毎朝4時に起きて、試合を毎日見てます。はい。別にそれはね、皆さんが楽しいとか、野球いいな、野球やってみたいなとか、野球見に行ってみたいなっていう風な、思える人がね、一人でも増えたら僕、それだけで本当に嬉しいんで、本当にそれだけの気持ちでやってるんですね。まあ、ただね、ちょっともういやらしいこと言うと、まあ、お給料もらえたりとかね、そういうのあるからやってるっていうのも正直あるけども、でも、それの上にはですね、その、上というかね、その根底にはですね、本当に野球っていうスポーツって僕本当にね、経験してきて、本当に楽しかったし、素晴らしいスポーツだなったらチームスポーツでね、感動を味わえる。みんなで、なんか抱き合えたりとかね、そういったこともできるというふうに、僕の野球人生を通して思いましたんで、だったら僕が在籍してたジャイアンツという球団でね、まあ僕、まあ一応ジャイアンツ、まあ育成選手ですけども、いましたんで、その選手がね、やってくれたら面白いんちゃうかなというところで、やりました。ストーリー、ごめんごめん。はい、すいません。今これちょっとね、部屋で撮ってるんでね、人が入ってきちゃいました。すいません。でですね、戻るとですね、まあ中山くんの打席解説素晴らしかったですってところですけど、やっぱりね、まあ一応ですけど野球やってきてるんで、まあキャッチャーもやってきてるんで、前の打席の兼ね合いとか、そのバッターの前のバッターの配球とかっていうのをやっぱプロ野球選手は見てるんですね。見てて、それを参考に、自分の打席どういう風に来るんだろうっていう風に思ってるんで、逆に言うと、相手のバッテリーとかっていうのは、それを見てるということを分かった上で配球してるわけなんで、その前のバッターとかっていうところの配球を見られてるから、相手はこういう風に考えてるから、このバッターにはこう行こうっていうようなね、配球もね、プロではよくあったり、まあプロでもなくてもね、プロじゃなくてもよくあったりするんですけども、まあ昨日のね、本当に中山選手のライト前っていうのは、もう明らかにもうフォークボールで、打ち取ろうという風に思わしといて、最後まっすぐで、最後まあ見逃し三振であったりとか、詰まらしてやろうっていうのがね、目に見えてた。配球だったんでね。でもそれをね、腕をもうこんな感じになりながらでもね、詰まりながらでもライト前ヒットに持ってった、中山選手のバッティングというところは本当にね、非凡なもんを持ってると思いますし、まあね、まあ守備の面でちょっとね、どうかなとかいうふうに僕もね、思ったところありましたけども、やはり2軍でね、あれだけの OPS900 超えのあんだけの数字を出してるわけですからね、やはりバッティングで言ったらね、本当に素晴らしいもん持ってると思うんでね、本当に、来季以降ね、守備もそうですし、まあバッティングでももちろんそうですけども、本当に内野手に食い込んでいくぐらいね、頑張ってもらいたい選手の一人かなというふうに思ってます。はい、じゃあ最後、6問目いきます。ちょっとこれはね、関係ないコメントなんですけども、こちらになります。はい、編集さえ来れば、絶対伸びるこのチャンネル。はい、ありがとうございます。このコメントありがとうございます。はい。僕はですね、まあちょっと、いらない情報かもしれないですけども、本当に全部自分でやっておりますと。サムネイルから、映像から、編集、まあ編集全然してないんだけどもね、全く編集、もういつも5分で終わるんだけど、一応自分で全部やってますと。で、僕一応メールアドレス載せてるんですね。YouTube に。うん。で、たまにですけども、動画編集させてくださいとか、サムネイル、もっとこうした方がいいんじゃないですかとか、私がやりますよとか言ってくれる人いるんだけども、やはりね、それをやってしまうとですね、なんて言うんだろう。お金支払わないといけないじゃないですか。正直ね。僕も、まあこのチャンネルでね、まあまだ3万人も行ってないから、そこまでね、まだ儲けられてないんですね。はっきり言うと。まだ、うん、どれぐらいだろう。まあそうですね、新卒、入った、新卒の初任給か。初任給の倍ぐらいかな。倍ぐらい。倍いくかなぐらいなんで、いくかいかないかなぐらいなんで、だから、まだもうちょいね、3万人、4万人ぐらい、4万人ぐらいいったら多分編集も、ちょっと僕編集できないんでね、やってもらいたいなとか、サムネイルとかももしかしたら、お願いしたいなというふうに思うんですけど、まだちょっとね、やってもらったらお支払いする額がね、ちょっとまだ、あれなんかなというふうに思うんで、まあ、4万人、5万人ぐらいいったら、ちょっとね、誰かね、このチャンネル見て、る人とかにね、お願いしたいなというふうにも思うし、まあ、僕がね、編集できればいいんですけど、ちょっとね、いろいろやることもあってですね、できるだけ、まあ、クオリティというか、その編集で頑張るというよりかは、僕の話の内容であったりとかね、話し方で引きつけたいっていうのはね、正直ちょっとあったりとかするんで、そこでね、もうちょい僕の話す技術であったりとか、もっとわかりやすく話すためにはとか、いうところも、ちょっと僕自身もね、ちょっと磨いていきたいなというふうに思ってますんで、あともうちょいね、あと1万人、2万人ぐらい増えたら、ちょっと編集もね、凝りながらやっていきたいなというふうに思うので、もしね、このコメントされた方がですね、やってくれるんであればすごく嬉しいですけども、まあ皆さんもね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、ちょっと途中、人が入ってきましたけども、まあそれもね、ちょっとしたハプニングというところで、ジャイアンツね、非常に、いい調子というか、いい勝ち方できてますからね、今日ですね、これは僕は前日に撮ってるわけですけども、本日ですね。本日でも、まあ DNA とのね、試合もありますから、連勝でね、とか正直言って全部買ってもらいたいですけども、まあ、それぐらいの気持ちでね、やっぱりこう、広島、阪神、特に阪神もね、すごく上がってきてるというところがありますからね。うん、負けないように、頑張ってね、あっちが勝つんだったらこっちも勝つ、あっちが負けるんだったらこっちも勝つというところで、ちょっと日本語おかしかったですけども、まあ、とりあえずずっと勝ち続けるというところで、ね、久しぶりにね、リーグ優勝を見てみたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。